その吉田正尚、榊原、強打のヒーロー登場しました。ヒーローインタビューです。放送席、バファローズ連勝となりました。今日のヒーローは2夜続けての決勝ホームラン、吉田正尚選手、そしてプロ初勝利の榊原翼投手です。まずは吉田選手、今日は半泣きではなさそうですね。はい、まあしっかり、はい、仕事できたかなと思います。2日続けてのホームランがしっかりと勝利に結びついた、これは嬉しいんじゃないですか。そうですね、先制点取れたのも大きかったので、1点でも多く取ろうと思って打席立ちました。今日のホームランは完璧に見えたんですが、いかがですか。そうです、初球しっかり、打てるとこ来たので、迷わず振りました。これでプロ初の3試合連続のホームランです。量産体制ですか。まあぼちぼち、はい、いきます。はい、さあバファローズ勝率上げてきて、明日勝てば勝率5割とはなるんですが、まあ、明日も同じファイターズ戦です。明日に向けて一言お願いします。明日は金子さんらしいので打ちます。ありがとうございました。それでは榊原選手お願いします。プロ入り3年目、2019年20歳の春、プロ初勝利つかみました。おめでとうございます。ありがとうございます。増井さんからウイニングボールをもらいました。あの時の気持ちを言葉にしてください。いや本当に幸せです。前回勝ちが消えた時、いやこれから増井さんにいっぱい助けてもらうんですからと試合後おっしゃってましたが、本当にそうなりましたね。そうですね、はい。では今日のゲーム振り返っていこうと思うんですが、初回からいきなり満塁のピンチでした。どう立ち向かっていきましたか。やっぱりランナー出してからがでも僕の粘り強さというか、まあ見てる側からしたらやっぱりおいって感じだと思うんですけど、これからも見守ってください。打線も初回から援護がありました。吉田選手のホームランなどありましたが、今日若月選手はタイムリー談話で、今日は絶対に榊原に勝ちをつけるんだという気持ちで打席に立ったと話していましたが、その気持ち伝わりましたか。若月さん、いやでも増田さんのホームランから始まって本当に安に助けられて、今日勝てて本当に嬉しいです。2回目のピンチは5回の表2アウト、あと1個こうアウトを取れば勝ち投手の権利というところでした。また大きなピンチだったんですが、中田選手の対戦、振り返っていかがですか。まあ、2アウトから連打とフォアボールでああいう形になってしまったのは反省点ですけど、バッター中田さんということで、あそこしっかり抑えられたのはこれからの自信にしていきたいです。まあ、あの後しのいで大きな声で吠えていましたし、6回も体を張ってピッチャーゴロを止めたシーンもありました。勝利への執念を感じたんですが、いかがですか。やっぱり当たった瞬間に拍手であったりそういうのあったんで、まだまだなと感じました。思い起こせば育成ドラフトでの入団、まずは支配下を目指す戦いから今年プロ初勝利にたどり着きました。今までのここまでの流れ振り返っていかがですか。やっぱり育成からでもできるんだっていうのを見せたいですし、僕が頑張ればチームもついてくると思うので、もっと頑張ります。榊原投手は前途洋々な20歳です。これからどんなピッチャーになりたいですか。2桁勝利したいです。ありがとうございました。今日のヒーローはプロ初勝利の榊原翼投手、そして吉田正尚選手でした。ありがとうございました。おめでとうございます。それでは皆さん、
ヒーロー選手と一緒に明日の勝利へとつなぐ B ポーズで今日も締めくくりましょう。 B ポーズは人差し指と小指を立てて大喜利を表したポーズ、それが B ポーズです。私が明日も超攻撃的に勝ちましょう、 B アグレッシブとコールしますので、皆さんアグレッシブな B ポーズを頭上に取り入れてください。よろしいでしょうか。それでは参ります。明日も超攻撃型で勝ちましょう。 B アグレッシブ。吉田正尚、それから榊原、東田のヒーローへのインタビューでした。小田さん、はい、榊原、本当に喜びいっぱいのインタビューでしたね。そうですね、あのユニークな、ね、返答イコールしっかりしたコメントも言ってましたしね、はい、まあ、本当明るい、あといい青年だなという感じしましたし、今日はとにかくおめでとうの一言ですね。そうですよね、家族の皆さんも喜んでくれてるでしょう、ファンの皆さんもね、はい、みんなが喜んでくれる印象だと思いますね、はい、本人も話をしていましたが2017年育成ドラフト2位からの、いや大したもんですよ、はい、やっぱりこういう選手をね、あのうまくあのスカウティングできたこともそうですし、はいはい、またこういう風に伸びてくれる指導者がね、いい形でこう教育してくれてるということも感じます ね。 そうですね、だから若手の起用とかはあのそれを起用する決断とかはね、はい、やっぱ前提にね、やっぱりファームでね、去年なんか田口監督がね、やってて、はい、若い選手が伸びてきたでしょ、っていうのを引き続き、ね、監督が何を監督がやってますけど、やっぱり若手の成長を感じますよね、それは大事なことでね、やっぱり将来こう一部を支える選手が今こう、はい、徐々に揃ってきてるなというのを実感しますね。そうですよね、特にあの投手陣ですけども、金子と西が